アレット・ジョーンズはウェールズ北部の都市バンガー出身の歌手。現在はテレビタレントとして活躍しているが、1980年代に地元の聖火隊に入り、間もなく世界屈指の美声と非凡な歌唱力によってソロのボーイソプラノとして発掘された。英語圏を中心に国際的にレコード売り上げ記録を弾き出した。日本にその名が伝わったのは、 本人が声変わりを迎えた1980年代、中頃であったが、編成期以前の録音がテレビ CM に利用されただけでなく、その整った要望からアイドル視され、本人も日本のコマーシャルに出演した。編成期を終えた後は、フィッシャーディースカウなどに指示して、声楽家を目指すが挫折。ミュージカル歌手への転向を図るなどの苦節の末に芸能界入りし、現在は、 テレビリポーターとして活動する傍ら、歌手として再起を図っている。2001年に結婚して、二人の子供の父親となった。9歳で、バンゴール大聖堂の聖火隊に加わり、それから2年で聖火隊長に登り詰める。著しく澄んだ美声は、地方のレコード会社、セインの注目を引き、録音契約を結ぶ。アニメ映画、スノーマンの主題歌。 ウォーキング・イン・ジ・エアを録音し、そのレコードがヒットチャートを駆け抜けたことでとりわけ有名になったが、映画で実際に主題歌を歌っているのはセントポール大聖堂聖歌隊員のピーター・ウォーティである。1985年にはマイク・オールド・フィールドのシングル、ピクチャーズ・イン・ザ・ダークに参加。アニタ・ヘジャーランドと共にミュージックビデオにも出演している。16歳で声変わりを迎えたことにより、 録音活動から一時的に退いたが、それまでにローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世や英国女王エリザベス2世への午前演奏に参加し、テレビの様々な子供番組にも出演していた。クラシックの音楽家として、最初にポピュラー音楽のヒットチャートに、アルバムが2枚同時にチャート入りするなどの記録を誇っている。編成期の後に、王立音楽アカデミーや、 ブリストルオールドビック付属演劇学校に進学1995年のミュージカルで主役を糸目ランカシャーへのツアーの際に未来の妻クレアファセットと出会う。現在の聖域はリリックバリトンだがテノール歌手として活動したいとの意欲を示している。録音活動も再開した。アレット・ジョーンズの録音はほとんどのレパートリーが宗教曲やスピリチュアルであり。 これまでに16点のアルバムがある。そのうち多くが英国や豪州でゴールドディスクやプラチナディスクに輝いている。現在は英国の BBC ラジオやクラシック FM でのいくつかの番組、ITV のモーニングショーなどの司会進行を務める。ほか、故郷ウェールズでラジオ番組やテレビ番組に出演、コメディ番組でコントを演じるなどで親しまれている。2004年には イギリスの著名な舞踏家リリアコピロバをパートナーに BBC の講視調律番組ストリクトリーカムダンシングで競技に参加第4位に入選した。これを機に体調管理と減量に取り組み少年時代の短麗な容姿を取り戻したとの評判である。ありがとうございます。